取県特産の粘りが強い長芋を使いました。で今日は少し甘みのあるビーツと合わせて色鮮やかな、ガロに、お魚とかお肉とかのソテーに添えるちょっと色鮮やかなピュレを作ってみました。これも保存食で冷蔵庫で1週間くらい持ちます。皆さんも試してみてくださいね。